あの人多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、テーラーだと申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、風間。おやっさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男は、もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで、東城会に探りを入れてもらってた。特に、錦山をな。なあ、カズマ。これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の瑞希は、由美の妹じゃない。え？由美は瑞希なんだ。お前たちが瑞希だと思って探してた女は、由美だったんだ。どういうことです？瑞希は、5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ、はるかの母親っていうのは？由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや、はるかの父親は？神宮恭平だ。神宮？あの MIA の。9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのは遥か、横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。うん？雷。どうした？わからない、わからないけど、俺はその時わかったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には由美の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも由美はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然由美に出会ったんだ。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は由美に出会い恋をした。そして記憶を失っていた由美は、心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると由美の幸せは
神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そしてユミは神宮の子を産んだ。それが遥だ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時籍を入れてなかったユミは自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。世良、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、由美と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。神宮。何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。ユミとハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ。俺とセラはハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇いユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でも親さん、なんでユミは登場会の100億を盗んだんですか。あれは登場会の金じゃない。神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。島の目。無茶しやがる。島の目、無茶しやがる。
いたぞ、キリュウだ。
キリュウさん。大丈夫、おじさん。ああ、少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと、風間。こそこそしやがって。しまぬ。寺田藩、あんた、錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま、脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。もうすぐクリスマスですしね、屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の雨降らしたるわ。
これまでだ、島野。救急車！分かってる！カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ、カズマ。由美が危ねえ。アレス、アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい、カズマ。俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設、
いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の本当の親父でした。I don't think I'm ready, no, not for that jelly. My honey, like Winnie the Pooh.